国の借金1000何兆円とかって聞いたことあると思うんですけど、はい、あれ実は全部嘘らしいです。全部嘘？はい、実際それだけの負債があるのは事実なんですけど、実は日本には隠れ資産と呼ばれる存在があって、はい、それを加えると資産と負債が逆転するらしいです。逆転するんですね。100年先の日本を考えるルネサンス TV、 メディアが言わない世界のリアルの時間です。本日のテーマは、はい、日本は 99% 財政破綻しない理由というテーマになります。はいはい、よろしくお願いします。はい、こちらですね、以前からちょっと告知をしているんですけど、新しい本出まして、ルネサンスのボリューム15なんですけども、世界経済のゲームチェンジということで、はい、まあ、大体3年ぐらいの中期予測ということで、政治、国際政治とかに、大きな政治の流れから、経済を読み解くという、まあ、大テーマになっていますという形で、まあ、ちょっとこちらの内容から今日もそのリリース記念のシリーズとして、やっていきたいと思います。でその中でですね、今回は、まあ、有名な先生といいますか、はい、元内閣参事官高橋織先生ですね。高橋先生、はい、まあ、財務省にこう長く大蔵省時代からお勤めの、はい、先生なんですけれども、まあ、日本財政の裏側を知る元財務官僚が明かす日本は 99% 財政破綻しない理由というテーマで書いていただいてます。興味深いテーマですね。はい、でですね、まあ、ちょっとよくある話で国の借金1000兆円とか、はい、このままだと日本は破綻するとか、国民一人当たりいくらいくらの借金だとかって話聞いたことありますか？よく聞く話ですよね。テレビだとか教科書とかでも見た記憶があります。僕は昔金融機関に勤めてたんですけど、はい、なんかそれのなんか商品を売るパンフレットに、はい、日本は国民一人当たりいくらいくらの借金があるからこう備えないとダメですみたいな書いてあって、なるほど、ちょっと今思うと頭を抱えてしまうんですが、はい、当時は全く知らずにこう結構信じていたというか、なんか受け入れません、普通にそう言われちゃうと、はい、なんか確かに家計とこう比較したらそうなんだろうなみたいな、はい、ね、感じ、借金の方が多いってやばいしみたいな感じなんですけど、これはもう全部嘘という話で、はい、日本経済財政は健全そのものだということ、健全ずっと前から、まあ、いろんな先生も言ってると思うんですけど、高橋先生もおっしゃってるということなんですね。財務省の中にいた方が言ってると、これ主に財務省がこういうことを言ってるんですけど、国民一人当たりいくらとかっていう話をね、はい、それは一体どういうことなのかという話なんですけど、最初結構こう財務省時代の裏話から先生が書いていただいてて、もともとね、日本初となる政府のバランスシートを作ったのがこの高橋先生なんですよ。企業だと結構あるじゃないですか、バランスシートって、はい、でも政府はなかったと、それまで。それを作られて、だから結構不明瞭だった。それを作ったらしいんですね、はい、でその時代まだ大蔵省だったらしいんですけども、1995年のことですと。で、それを作ってみたらですね、バランスシートを作り始めてすぐにこの財政がやばいっていうのは嘘だと分かってしまったとで、その財務省の中で、大蔵省ですかね、の中でその理由を話して、これは改善しないといけないんじゃないですかということを言ったら、はい、この事実は公表するなと。口止めをされたんですね。言われてしまったと。はい、で守秘義務があるから、私は口をつぐほかなかったということを先生はおっしゃってるんですけど、その後アメリカにこう行って、留学とかですね、して、その間もこう財務省を離れ、一旦離れたんですけど、その財務省にいなくても、バランスシートが作られるようにシステムを作っておいたと。素晴らしいですね。はい、そうですね。その間も動き続けて、ちゃんとこのシートが作られていた。で、小泉、政権ですかね、の時にそのバランスシートは外に出そうということで、これが公開されることになったという功績なんですけど、実際ですね、その大事なのって、結構借金ばっか強調するじゃないですか、この財務省って。そうですね。日本はこんなにいっぱいあるっていう。はい、じゃあその逆の資産ってどうなのっていうのはあんまり聞いたことなくないですか？確かに言わないですよね。そうですね。でも実際その企業でもそうですけど、バランスシートなんで、その資産と負債の両方が大事だと思うんですよね、普通に考えて。なのになんでこう負債ばっかり言うのか、実際資産はどうなのかということなんですけど、その辺って知ってます？聞いたことあります？資産どれぐらいあるかみたいな。全く聞いたことがないというか、そこまで関心を持ってなかったですね。そうですよね。あ、なんか危ないんだろうなみたいな感じですね。はい、で実際ですね、ここの、バランスシートがですね、今回ここの締めについ載っているということなんですけど、めちゃくちゃ分かりやすく、はい、それを見るとですね、資産結構あるんですね、日本って。そうなんですね、はい、実際まず、資産を見ると681兆円資産あると。
負債は1273兆円なんですけど、681兆円あるんで、だからあのこれ合計するとまず差額591兆円が一応負債というか、あの負債ですね、あの差額になるんですよ。だから1000兆円からだいぶ減りますね。まずかなり差が出ましたね、はい、資産を加えると、まあ、600兆円ぐらいになるということになります。まあ、でもその借金減ったけどまだそこそこあるやんけという話が出てくると思うんですけど、はい、あのそれでもね健全と言えると。だから先生言ってます。そうなんですね、はいはい、その理由は何なのかっていうことなんですけど、はい、実はですね他にも隠れ資産があると。隠れ資産ですか、はい、いうことなんですけど、一つはですねあれですね、あの有名な日本銀行。あ、よく聞きますね、はい、必ずと言っていいほど出てくる。そうですね、はい、あの日本銀行はですね一応実は実質子会社と。なるほど。国に言えるので、はい、その企業でもその子会社とかってグループ決算とかって含めるじゃないですか。入りますね。それを入れるとね結構変わるということらしいんですね、はい、それがその加えたものもちゃんとこちらに載せてるんですけど、この連結バランスシートっていうので載ってるんですけど、はい、日銀の資産が一応ですねその、500兆円かなあると。かなり。そうですね、はい、ここで見ると一応500兆円あんまありますよということになりますと。でさらにですね、それだとまあほぼほぼこうトントンぐらいになるんですけど、さらに莫大な見えない資産があると。まだまだあるんですね、はい、あるということなんですけど、まあ、これねあの人によってこの加えるか加えないかっていうのを、ちょっと議論が分かれるところではあるみたいな話なんですけど、それはあの何かというと何か分かります。もう一個の莫大な資産、税金とかですか。正解です、はい、あの、はい、徴税権、徴税金、税金でこう徴収する原理、はい、でその税金をまあ丸っと含めると一応これ計算がちょっと難しいんですけど、ざっくり600兆円ぐらいあるんじゃないかみたいな。かなりありますね、はい、そうですね、というのを、ちょっと控えめに見てもそんぐらいあるんじゃないかと。高橋さんの資産があるので、はい、国の資産が結局1600兆円で負債が1400兆円ということになるんで、はい、完全にプラスと。すごいひっくり返りましたね。そうです、でプラスになると。だから高橋先生がこう海外の人にね、日本財政どうなのって聞かれるという時に、その時に即座に、このシートを見せて、バランス取れてるでしょみたいな、はい、で、政府が発表してるのにはここの資産が含まれてないんですよっていうことを説明すると、あ、じゃあ大丈夫だねって、こうそれなら破綻しようがないねってこう一瞬で分かっちゃうみたいなことらしいです。はい、ただこういう話はメディアとか、財務省の発表とかからは絶対出てこないということ。聞かないですね。はい、になりますね。で、一体そもそもじゃあなんで不安はあるのか、何が狙いなのかっていうことなんですけど、なんでなんでしょうね、これって。なんか、不思議とそうなっちゃいますよね、絶対。そうですよね。はい、だからなんかでもそういう、まあ、その政府もそうですけど、マスコミもそうで、その、不安ばっかりこう煽るんですけど、はい、じゃあ結局、まあ、何なんですかね、どうしたらいいのとか、そんな、はい、こういう実際にファクトで冷静にどうなってるのっていうことは絶対言ってくれないみたいな形になるので、そうですね、まあ、どうせそれを言うのであればちゃんとこういうものも添えて出してほしいし、それをもとにじゃあどう思いますかって国民にこう問うようにしてほしいですよね、基本的に。確かに未来に希望を持てるような形で公表していただきたいですね、うん、そもそもそうですし、まあ、これを見たら結構こうちゃんと考えれる人だったら、まあ、意外とそれ問題ないんじゃないって思うので、はい、まあ、もしかしたらやっぱりそういう何かの意図というか、そう見せたくない人がいるのかもしれないですけど、なるほど、はい、ぜひそのビジネスマンだったり こう、ね、これからを背負う皆様にとってはこう実際のまあファクトだったり事実を見て、まあ、何がこう真実なのか、何を考えるべきなのかっていうのをちょっと自分の頭でぜひ考えれるようになってほしいなということで、こういうのを掲載したという形になります。はい、で財政についてだけじゃなくて、結構マスコミとかでよくあるのは少子化とかも不安を煽ってくるという感じがあるんですけど、はい、高橋さんはこの中でその少子化に関しても予測できるなら対処は簡単だよってことを言ってます。そうなんですね、はい、ちょっと長くなっちゃうんでこれは読んでいただければと思うので、はい、で少子化に関しての別編で他の先生がですね結構重要な記事を書いていただいているので、それはちょっと次回のコーナーでお話したいと思いますので、はい、今回は、こちらで以上になります。ぜひお読みいただければと思います。ありがとうございました。